第12大総選挙は第5共和国時代における大韓民国国会を構成する国会議員を選出するため1985年2月12日に実施された選挙である。なお、韓国では選挙の回数について第回ではなく代々と数える。また、名称も総選挙ではなく総選挙に文字で表記するのが一般的である。 国会議員の人気満了に伴って行われた選挙である。前都艦政権が実施した国民和合措置によって政治活動を解禁された政治家を主体として結成された新韓民主党が結成からわずか1が月足らずで実施された本選挙で艦政野党と揶揄されていた民主韓国党を抜いて第一野党に躍進し与党に対する政治不信と民主化を熱望する。 国民の強い願いを反映した選挙となった。民政党は地域区で第一党の議席を得た政党に全国区の議席3分の2を配分する制度によって安定過半数を確保し、第一党の座を守った。しかし新民党はソウルの14選挙区、富山の6選挙区、甲州、新川、大田の5選挙区で全員当選を果たしただけでなく、ソウル、 富山などで候補のほとんどが1位で当選した。また新民党は大都市部の票をさらって、得票率で与党、民政党を抑えて、躍進を果たした。選挙革命と新民党自身が呼んだこの選挙で、学生運動権の支持などは階層の政治的関心の高まりと支援に力を得たことが、新民党が躍進した大きな理由である。また、既存政治権や野党、 そして正当性を確然と端政権が行った強圧的な政治手法と不動特性に対する国民の不満が一気に爆発したことが新民党躍進のもう一つの理由と言える。ちなみにソウル情報局では民政学連事件で死刑判決を受けたこともある。元ソウル大学学生の李明キラが新民党公認でトップ当選している。民主正義党 新韓民主党民主韓国党韓国国民党、新政社会党新民主党、無所属繰り上げ党先進民党が躍進したこの総選挙で政治環境に変化が現れ始め民政党内の恩恵派が力を持つようになった。また新民党は大統領の直接選挙制を復活させるための改憲署名運動など対与党の強硬な闘争を行うようになり6.29 民主化宣言へと繋がっていき、第五共和国の終焉を早める作用として機能した。一方で、やらせ野党、桜野党と揶揄されていた民間党は、選挙後直後から、所属議員の新民党への集団脱党が相次いだことで、最終的に参議席という文章政党に転落し、解体への道を歩むことになった。新民党は、 民間党など他党からの入党者で5月までに所属議員数が102人となり総議席数の3分の1を上回り国会召集権を単独で確保するまでになった1983年12月から1年余りにわたって政府が実施した措置の名称で学生デモで助席された大学生の副学用人学園における公権力介入を抑え学内における 政治活動を容認する学園自立化措置、政治活動規制解禁措置などが行われた。和合措置は、これまでの強権的統治を改め恩恵路線を内外にアピールするために行われたものであるが、政府の思惑とは裏腹に学生や在野政治人による民主化運動を活発化させる結果となった。選挙人数と相当票者数、有効票数は、 韓国中央選挙管理委員会の歴代選挙情報システムより引用 AB3 月に新韓民主党に入党、春木育美著、現代韓国と女性新韓社。158ページ、韓国女性の政治三角兵語から1歴代女性国会議員、173ページ、全都菅政権及び露イグ政権初期、韓国日報1985年2月14日付、 6から7面、12大議員、地域区184名、特票最終集計を引用して作成した。なお、記事において、京商南道で新社党の当選者1名となっているが、新官民主党の誤りである。ありがとうございます。